はい、これを研いでいきます。これは見た感じ、結構状態いいように見えるんですけど、この刃先で少し段張りになってるんで、この段を滑らかなハマグリ刃にしていきたいと思います。ちょっとすごく分かりづらいんですけど、これを段刃の状態よりもハマグリにした方が、包丁を切った時に食材に入っていく時に抵抗がないんで、切れ味が良くなったっていうふうに多分感じてもらえると思う。そういうふうにちょっとやっていきます。今グラインダーを刃先まで当てないように、その段刃になってるところの角を潰してるんですよね。だからまだ刃先までグラインダー当たってないんですけど、こういうふうに研いだ時に余計なところ、ヒラに傷がつかないっていうのは、この包丁がすごく丁寧に作り込まれてるっていうことでもあるんですよ。で、この作りが甘いといろんなところに傷がついちゃうんですよね。だから包丁を買う時に蛍光灯のライとかまっすぐなものをこうやってこういうふうにこういう角度でヒラを見て、対象物がきれいに鏡みたいになってる包丁を選ぶといいと思います。で、これはさっき研いだ藤次郎の包丁なんですけど、ちょっと分かりづらいかな。こっちの方が少し歪んでるのが分かりますよね。まあ、ある程度これ僕が修正したから、もうそんなにあれなんですけど、ほら、この辺とか、ちょっと歪んでるじゃないですか。歪んで反射してる。だからこう買う時にこういうのをちゃんと見極められると、包丁選び失敗しないと思います。この辺歪んでますよね。この辺とか。そこまで使ってて違いがあるかっていうと、そこまではないけど、いい包丁の方がいい作りしてるので、やっぱせっかく高いお金払うんだったら、こういうところをきちんとチェックするといいと思います。結構思ったよりなんかこの辺がね、すごく鈍角に研がれてて、そこになかなか合わせるのが結構大変ですね。
なかなかこの綺麗な曲面を出すのが結構難しいんです。いきなりがっつりやりすぎちゃうと削りすぎちゃって形が崩れたりするから、形を崩さないようにすごく優しい軽い力で少しずつ少しずつこの曲面を作っていくっていうのがね、すごく緻密な作業になるんですよね。こっち側の方が角度が浅く研がれてたんで、こっちの方が比較的作業は早かったですね。
うん。